自分ちやし。いや、ああ、それ、ああ。これ俺も持ってた系のやつかなと。あ、これ iPad 2です。ですよね。はい、もう電源入んないんじゃない。あ、入れようと思えば入りますよ。あの勝手にスリーピーになるだけでほっといたら。あのここには僕のベストショット3000枚ぐらいが入ってて、うん、スクリーンセーバーみたいにこう映すことができるんですけど。ナルシスト。ナルシスト、ナルシストは本当ベストショットってあの風景だけですよ。フォトブースってあったよね昔。え？フォトブース。ああありましたねそんな名前。もうないんだよね今。いや知らないです知らないです。なんか変な魚眼レンズみたいなのがいろいろ。なんかありますよねありましたよね。ああそれ知らないですね。純正であったんだよ。そうねもうペイさんが聞いてもいないのに僕がたくさん説明してそれをペイさんがちゃんと覚えてるっていうね。はい。そういうこととかしてましたっていうところですね。はい。中身がでビールは2本目ということなんですがもうペイさんのペイさんの差し入れであ僕追いつかなきゃ追いつかなきゃであの僕ん家にいろいろビールがあって今冷やしてあるんでそれを今度出しますんであ日本酒もありますんでえ何すか何すかじゃあ持っといてあげるから あ, ありがとうございますおかわりちょうだいいやいやちょああそういうことですもうちゃんと冷やしてあるんでかぶるし球体のあのなんと、うん、日本酒メーカーが日本酒に使う麹を使って発酵させたビールです、はい、へー、はい、京都博士そうです京都博士はいぜひすいません、はい、別にそんなバカ高いもんじゃないんで首ですグイグイ飲んじゃってどうすいただきますはいだってということで3杯目に向かうというところでございましたまだまだ飲みは続きます、はい、それではへペイさんまた一言あそうっすね京都博士いただきますはいっす